皆さんこんにちは。今日も猫じゃらし歌チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。北良介です。こちらのチャンネルはですね、各地で行われておりますみんなで歌う音楽会の、楽しさ魅力をですね、より多くの皆さんに、お伝えしようということでね、運営をさせていただいております。今日もですね、先日、大阪市内で行われました歌声広場ポッポ、こちらの様子からですね、3曲ほど、皆さんと一緒に、楽しんでいきたいと思っております。まず本日の1曲目はですね、この広い野原いっぱい。僕はね、この歌はね、あの中学校の、音楽の時間に、教科書に載っていましてですね、学校の、その中学校の音楽の先生の、ピアノ伴奏でね、教室で、みんなで歌った、そういう、思い出がありますね。森山良子さんの、出世作といいますか、そんな一曲ですね。秋も、色とりどりのね、花々が、咲きますね。すごく色彩が豊かですよね、秋の花はね。それではね、この広い野原いっぱい、ご一緒にお楽しみください。どうぞ。シーズンになりましたね。リンゴ美味しい季節ですね。今シーズン、旬のリンゴはお召し上がりになりましたでしょうか。僕はね、もうあのいただきましたよ。大変美味しかったですね。これからまだまだリンゴの季節続きますのでね、楽しみが、まだまだ続くんじゃないかと思っております。こちら歌はリンゴの独り言、作詞の竹内俊子さん、がですね、入院中にね、お見舞いで
果物のカゴをね、届けて、くれた方が、いらしたそうですね。でその、果物カゴにリンゴがこう盛られていてね、でそのリンゴを見て、サラサラサラっとこうこの歌詞をね、お書きになったというそういう逸話が残っておりますね。絵描きさんがこう鉛筆でシュッシュッシュッとこうリンゴの絵を描くみたいにね、この作詞家の方というのはサラサラサラっとこうその目の前にあるリンゴをですね、題材にですね、サラサラサラとお書きになるんですね。素晴らしいと思いますね。それではですね、リンゴの独り言、ご一緒にお楽しみください。次の一曲はですね、おめでとうの歌。最初はね、お誕生日の歌っていうことでね、僕が作りました。ハッピーバースデーでねやってたんですけど、もうこの年になったら私の誕生日なんてめでたくもなんともないのよなんていう方がいらっしゃいましてね、いやいやそうじゃないんですと、何回目とかそういうことではなくてね、記念日であり節目でありね、そういうことがめでたいんであって、でね、考えてみたらですね、おめでとうっていうのは何も誕生日に限らずですね、例えば、欲しいものが手に入ったとかね、目標を達成したとかですね、こう願いが叶ったとかですね、そういう小さいことでもいいんですよ。そういうね、節目節目の時にね、おめでとうおめでとうっていうね、ことを、声をかけると思うんですけどね。でこのおめでとうという言葉はね、非常に強力なパワーワードだそうですね。なぜかと言いますとね、めでたいというこのめでたいというね、言葉はですね、めでるという、愛するということですね。愛するということからめでる、そしてめでたい、つまりですね、大好きですということですね。究極の愛情の表現ということですね。私はあなたをめでたいんです。
私はあなたをめでとうございます、こういうことですね。それでは、強力なパワーワードでもあります、このおめでとうというね、言葉を歌にしております。おめでとうの歌、ご一緒にお楽しみください。みんなで歌う音楽会はね、コロナの波にもめげず、可能な限りですね、各地で、頑張って継続しております。こちらのね、概要欄に、猫じゃらし音楽事務所の、ホームページの URL が、掲載されておりますのでですね、そちらをご覧いただきまして、ぜひ実際の音楽会でもね、皆さんとお会いできることをまた楽しみにしております。またこちらのね、チャンネルも頑張って運営してまいりますので、気に入ってくださった方はチャンネル登録、そしていいねボタンですね、それから、コメント欄に、ご感想とか、それからリクエストとかですね、いただきますと、それはまた大変励みに、なります。それではですね、手洗いうがい、励行していただきましてね、健康に気をつけていただきましてですね、また、次の動画で、お会いできることを楽しみにしております。さようなら。